ときめきメモリアルガールズサイト3青春三角関係編を本日もプレイしていきたいと思います。前回ね、無事に嵐さんと褒め状態を経て、告白エンディング2をね迎えることができまして、で今回からねまた兄弟三角の時と同じ形で2年目の6月三角関係ね突入した直後に、遡りまして、今回はねニーナが可愛い方の会話を見つつ、ニーナとね、告白への2の方を目指していきたいと思います。でカラーがね低いけど抑えなきゃいけないから、しかもちょっと今週多分ね下校、体育祭があるので下校になっちゃうんで、ちょっとね寝てすごいきなりなんですけど寝て過ごしたいと思います。しかも多分誘ってくるんだよな。あ、誘ってきた。用事のあるところでお願いしたいな。藤谷。藤山くん、ニーナくん、どうしたの？次の日曜なんだけど、3人で出かけね。魚見に水族館でもさ。あ、水族館なら用事あるな。じゃあ、いいでしょう。うん、ぜひ。よし、決まり。やった！超楽しみだし、俺。じゃあ今度の日曜日に羽ばたき駅で待ち合わせにする？うん、それでいい。それじゃあ3人でお出かけか、楽しみだな。今日は体育祭、よし頑張るぞ。私ちょっとさっきね間違えてうっかり入れてしまったんですけど、あれですね、2年目はときめかれたら困るから参加所でしないで過ごしたいと思います。さてと、何の競技に参加しようかな。応援にね徹しますね。参加するのはやめようと。てか参加するしないが選べるっていいよね。私高校生の時だったら絶対参加しなかったけどちょっとね、やっぱり運動が苦手な私みたいな運動音痴がねやるとなんか人に迷惑かかってる感があるから極力やりたくないよね最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は藤山くんだよ。なあ、これってもっとスピード上げらんねえのかな。次は、あ、ニーナくんだ。来た来た。なあ、せっかくだからくるくる回って目立っちゃったりしね。次は、あ、小一くんだ。小一くん、怖いよ。これで終わりかな。今年の体育祭はこれで終了。さて家に帰ろう。はい、じゃあ早速ね、最初のニーナ編、最初のね3人デート水族館にね行ってきたいと思います。あ、そうだ、今回はね、小悪魔じゃなくて天使の方でね、天使寄りで行きたいと思います。ちょっと早かったかな。あれ、ニーナくんもう来てる。ニーナくん。しおりさん、チョリース。チョリース、ずいぶん早いね。そう、楽しい3人デートだから気合い入っちゃったのかも久しぶりの3人で嬉しい。なんかよ、
あ、藤山くん。待たせてねえよな。それじゃ出発しますか。今日のファッションはキュートのど真ん中って感じ？どうかな。可愛いに決まってんじゃん。ミーナくん、こういう服も好きみたい。ここって全部で何匹の魚がいるんかな。どうした？そうだね、あのイワシの大群とかすごいもんね。何匹だろうね。うん、あ、これっていきなりいけないっけ。いや、いけるよね。いけないっけ。いや、いけるっけ。ちょっと忘れちゃったわ。あ、ちょっとなんか、なんだよ。そりゃお前とは違うよ。ここに書いてある、450種類、4万匹だって、すげえ。何？何？え、何？俺がどうかした？見て見て、この水槽すっげー綺麗じゃね。うん？はいはい。待った待った、発光生物コーナーだって。魚、クラゲ、イカ、へえ、綺麗だな。どうした？あ、ん？な、疲れたんか？クリスマスのイルミネーションみたいだね。やっぱさ、踊り食いしたら腹の中で光るのかな。なんだ。そう、これはどうだろうね。うん、まった。え、空砲に行っちゃうんすか。何？どこ見てんの？マジ楽しかったっつーか、まだ帰りたくねえし。ん？はいはい。じわじわ来てんね。あー、てか、なんか言って。そうだな、一日じゃ全然足りねえな。どうした？うん、まった。くすぐってよ。帰りましょうか、三人で仲良くさ。ん？どうぞ。その目、何か企んでんの？ちょ、めちゃこっち向けよ。お前って面白いやつ。ヒゲはねえぞ。
かすり傷なんかは耐えねえな。くすぐって。なでん、このまま帰るの。背伸びしてまで触りてえ。お前って面白いよ。ヒゲはねえぞ。ほんとお前って。かすり傷なんかは耐えねえ。くすぐって。なでんな。ちょっと恥ずかしいな。お前って面白い。ヒゲはねえぞ。かすり傷なんかは柔道を続けてだいぶくすぐってって。お前って面白いやつ。かすり傷なんかは耐えねえな。また後で。いいよ、もっと話そう。エッチくすぐ。いいよ、もっと話そう。あんたってエッチ冷やせしてんのあんたの髪も女の子にさ、いい匂いするでしょ。あんたっていいよ、もっと話そう。どうしたの。エッチ冷やせしてんのあんたの髪も女の子にさ、いい匂いするでしょ。あんたっていいよ、もっと話そう。どうしたの。エッチ冷やせしてんの。結構鍛えてやるよくすぐってーし。お返しオッケー。何度言ってもあのトンネルすげえな。97メートルは伊達じゃないっすね。平日に行ってみて、ついてそう。うん、いいかも。幅学卒業したらいけっかな。ってことは俺らが先か。下見しとくから安心しろ。俺が卒業するまで待とうよ、そこはさ。ああ、もう、あんたも笑わない。ごめん。もうお前んちか。着くの早く感じたな。楽しい時間は短いって言うけど、ほんとなんだな。足んねえし、時間。家まで送ってくれてありがとう。じゃあまた、お疲れ。俺の夢見ちゃったりしてなんて。またね。あ、藤山くんからメールが来てる。なんか今日やたら笑った気がする。また三人でどっか行こうだって。うん、今日は少し藤山くんと近づけたかも。あれ、ニーナくんからも来てる。ああ、時間マジ足んね。夢の中でも三人で遊んじゃうなんて、ね。なんて、じゃ、だって。うん、今日は少しニーナくんと近づけたかも。久しぶりに3人デートですごい和んだあ、そうだよね、下校の週でした。じゃあ、残りね、会話1個だけなので、ちょっとそれをね、見るために今回だけね、ちょっと2打編で今回だけ下校をちょっとね、2人が出てくるまで頑張りたいと思います。嵐さんか、来るかな、どうだろう。てかさ、その前に、これを断られる可能性がね。藤山くん。ねえ、お茶して帰らない？茶か。お、
いいぞ、付き合う。来るかな。うん、あ、来た。しおりさん、あらしさん。あ、リーナくん、二人で仲良く下校すか。お邪魔してもいい。もちろん。なんか微妙に引っかかる言い方だな。気のせい気のせい。じゃあ三人仲良く帰りましょう。うん。一気に賑やかになった、ニーナのせいで。やっぱそっか、聞いてない選択肢が都合よく出てくるとは限らないから、ちょ、何回かやっぱ頑張らないとダメだね。藤山くん、ニーナくん。ん？何何？これはまず聞いたでしょ？で、これも聞いたでしょ？あ、これも聞いてるね。あ、聞いてる。全部聞いてるか、今回は。じゃあまあ、二人は私がいないとき何を話してるの？まあ、大抵柔道の話から始まって、うん、食い物の話とか、そこいらの連中と大して変わんねえよ。そっか。あ、そういや、菊の話聞いた。嵐さん育てんのが趣味だって。リーナくんもするの？無理無理、うちそんなにはねえもん。けど今度見せてもらう約束した。ふーん、いいな。いいなじゃねえよ、お前も来るんだよ。そう、あの、今回はね、無事に3人おうちデートで、ね、どっちの家も行けそうなので、ちょっとまたね、おまけ動画の方に入れたいと思います。え、そうなの？もともとあんたも誘ってって話だったからさ、ちょうどよかった。日にちは2人で決めていい、うちはいつでも平気だから。よし、じゃあ後で話そうぜ。うん。はあ、やっぱりいいわね、なんか仲良し。このやっぱり気まずくならない状態の喫茶店会はいいね。まあ、あの、あれはあれでいいんだけどね、いいんですけど、全然。ニーナはちょっとね、友好状態で聞きたい会話の方がね、あの、多い、多くてね、選べなくて、なんか、あの、めちゃめちゃ頑張って絞ったくらい、本当にどれも良かったので、今月はあと、そう、森林公園ね、行きますか。今日ちょっと森林公園誘おうかな。なんかちょっとこれ、あれだな、嵐さん寄りたくて、ニーナ寄りに持っていくのは結構、なんか難しい。難しい気がするな。もしもし。意外とそうだ、夏の森林公園ニーナ好きなんだった。あ、藤山くん、藤谷だけど。いや、どうした？6月27日に森林公園に行かない？よし。わかった。ニーナには俺から言っておく。じゃあ6月27日に公園入り口で待ってるね。ああ。ニーナくんにも連絡よろしくね。やった、早く6月27日が来ないかな。どこまでで？まで、もう一回デート入れたら長いか。いけるかな。久しぶり。今週はうまくいかなかったな。休むことも必要、無理はしないで。まあ、寝てばっかりいるんだけどね、これでもね。はあ、
じゃあちょっともしかしたらちょっとどれくらいやってるかわかんないんだけど、もしかしたら長いかもしれないけど、デート行って終わりにしようかな。早かったかな。あれ、藤山君もう来てる。よ。待ち合わせ時間まだだよね。うん。ちょっと早すぎたみて。お待たせ。あ、ミーナ君。いい天気でよかったね。よし、じゃあ行くか。今日のファッションはキュートのど真ん中って感じ？かな。可愛いに決まってんじゃん。ミーナくん、こういう服も好きみたい。噴水の間近まで行くとマイナスイオン来るよ。しぶきが冷たくて気持ちいいよな。行こう。しぶき来た。すげえ気持ちいい。結構ブワッとくるな。あ、そこ立ってみてよ、しおりさん。え、また透けさせようとしてるやめとけ、びしょ濡れになるぞ。バレてるし。けでもちょっとあのティアードキャミ重ね着してるから透けないと思うけど残念ですけどね。はあ、すっげえ満足だ、今日。よっす、俺もテンション最高潮だし。それじゃ帰ろう。お前ん家まで送ってく、二人で。お前って面白いやつ、かすり傷なんかは耐えん。くすぐってって、お前って面白いやつ、かすり傷なんかまだいいよな。何、どっか気に。くすぐって、なでん。このまま帰るのちょっと恥ずかしい。背伸びしてまで触りてえの。ほんとお前って、お前って面白いやつ。ほんとお前って、かすり傷なんかは柔道を続けてだいぶきた。くすぐってって、背伸びしてまで、なでんな。このまま帰るのもったいねえな。また後で。いいよ、もっと話そう。どうしたの？エッチ、気痩せしてんの、かっこいい。くす、あんたの髪も女の子に触られ、このまま返さねえって言った。いいよ、もっと話そう。エッチ、嘘。女の子に触ら、このまま返さねえって言ったら。いいよ、もっと話そう。どうしたの？考え事？エッチ。嘘嘘。噴水のとこにさ、ミスト発生器も置けばいいのに。ミスト発生器？そう、気化熱使って涼しくする、なかなかエコいい装置。結構これね、あの最近置いてるとこ増えてますよね。あの噴水の代わりにってことか？うん、だって色気ねえんだもん。もうちょい、こうさ。ん？噴水の色気って何？なんだろう。嵐さんとあんたと俺の三人って最強チームじゃね？歩きながら話すのも楽しいな。家まで送ってくれてありがとう。じゃあお疲れ。俺の夢見ちゃったりしてなんて。またね。
あ、ニーナくんからメールが来てる。あ、時間マジ足んねえ。夢の中でも3人で遊んじゃうなんて。じゃねえだって。うん、今日は少しニーナくんと近づけたかも。ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。